い、どうもひげちゃんでございます。今日は2月の5日ですかね、今埼玉で荷下ろし終わらせてまいりました。久しぶりのね、パレットに回し積みしたんでね、結構時間かかりましたね。いや久しぶりのほんま回し積み、何年ぶりなんやろね。あれは埼玉スタジアムかな。今ね浦和から乗ってきまして、今日ね帰りの積みがですね茨城県、の方みたいですね。茨城県でもね、こっからそんな遠くないところみたいですね。茨城県と思ったけどね、埼玉から遠いちゃうかと思ったけど、全然そんなことないみたいですね。あれそっちの方にとりあえずまず移動だけしときます。積みはねもう多分昼以降になると思うんで、まあ明日土曜日おそらくね卸し上がりになるんちゃうかなという感じですね。はい、今積み上がってきましたけど、もう夜になってしまいましたね。いやパレットや思ってね、あの意気揚々と言ったんですけどね、結構中でなかなか手間取るというか、結構時間かかるもんなんですよ。自分でねこう検品もしたり、ラップ巻きのをねまともに初めてやりましたね。なんか人の身を見まねでね、なんかやってんの知ってたんですけど、実際に自分で全部一人でラップ巻きするのって初めてやった。まあなんか一応ラップをね積んであったやつを持っとったんですけど、結構ね多分劣化してたんでしょうね。すぐ切れるしとか思ってね、もう新しいねやつちょっと入手、何本か入手しとかなあかんですね。まあトラックね、こういう仕事をしてない人はラップ巻きっていうのもね、なんかようわからんと思うんです。僕もずっと手積みでやっとったんで、ラップ巻きっていうの縁がなかったんでね、ほんまなんかでね見せれる機会あったらなと思いますけどね。まあとりあえず大阪の方に、今日は兵庫神戸の方ですねに向かって、行けるところまで行きます。これで五日って読むんですね、五日。ここはギリ茨城県の県境ぐらいなんでしょうね。一応茨城県みたいですね。で県央道を経由して、で東名の方に、厚木から東名の方に入っていく感じでございます。今新東名のね静岡のサービスエリアまでやってまいりました。もう今日はここでね、もう時間が長くなりすぎるので、ここで休息を取ってからまた大阪に向かおうという感じにしたいと思います。はい、ひげがあれやなすぐ伸びてくんな、やっぱねえ、まあ、これちょっと残っちゃってるんですけどねもうねえ、ちょっとなんかどっかなんか企業案件でないですかね、いい T 字安物の T 字使ってるからね、剃り残しがちょっと深剃りできてないんやろね。いやーないですか、企業案件でちょっとT 字剃り替えありますよ。今僕ほんまに多分もうかなりね、日本でも数本の指に入るぐらい剃りがいのあるヒゲしてますからね。はい、というわけで、休息、なんか飯でも食ってこうかな中で。はい、静岡サービスエリアでね、動画の続きとしては飯食うてきますみたいな感じでね終わっとたと思うんですけど、もうお風呂シャワーねあそこで浴びて、でまあそんなにね、なんかうどん屋一軒ぐらいしかあの時間でね空いてないんですよね、夜は。だからもうええかー思ってね、もうシャワー浴びたらねもう眠たーくなってきてね、もうポテッと寝てしまいましたで、ちょっと寝過ごすみたいなね
もうちょっと早出ようと思ったんですけど、ちょっと寝過ごすみたいなね感じでございます。今は、これ長篠ですね、長篠設楽原まで来てますね。もうだいぶね夜も明けてきました。まあね、本当やったらねもう大体朝ぐらいには着くよという感じなんですけど、もう多分ねこれ昼前ぐらいになりますね。まあまあ出発も遅かったんでね、もうしゃあないですけどね。まあ一回430撮るんでね、まあその時に、朝ごはん食べれたらなっていう感じです。また気分的に食べるかどうか分かりませんけど、まあ明けて今日はもう土曜日なんでね、終わったら今日はもうおろし上がりで、明日日曜日はねもうお休みという感じでございますね。また月曜日、月曜日はね多分朝からまたね九州の方行くんちゃうかなっていう感じにしております。例えば最近あれですね、あの夜中とかでも結構ね、覆面パトカーとかね、まあ普通のパトカーはもちろん通ってるんですけど、覆面パトカーとかがね結構乗用車とかをねなんか取り締まってるところを見るようになりました。結構ね高速用通る人は結構気づいてるかなと思うんですけど、まあね僕もこうやって走っててぐぬぬって思ってるね、もう夜中取り締まるよって結構ね言ったりとか思ったりしてたんですけど、まあそれがねなんかちょっと増えてんちゃうかなって最近思うんですよね。やっぱり煽り運転があった時もそうなんですけどね、やっぱり昼間にね、話しようかな思ったらこれなるよなETC のやつ。まあ煽り運転のね時もそうやったんですけど、昼間ね車間距離不法人みたいなんで用を取ってましたけど、今はね煽り運転の新しい法律ができましたけど、いやその時もいや夜中覆面で取ったらもっとひどいのいっぱいおるねってね思ってたんで、まあそれがね、まあ、理にかなってきたんかなと思って、まあ結構かなっていうふうにはちょっと思いますよね。やっぱ見ててねあんな夜中煽ってるねやつとか見てももう腹立たしいしかないし、危ないでしかないですからね本当に。やっぱりこう不注意でとかね、なんかちょっとだけぼーっとしとって車間詰めすぎたみたいなんじゃないですかね、もう明らかにっていうのがやっぱありますからね。まあそういうのはどんどん行っちゃってください。全部まとめて違反点数25点、罰金50万円、面取りでしょっていう感じでね行っちゃってくださいよ本当ちょっと声高鳴ったから出てもうた。はい、土山でねもうちょっと最後430取って、あとはもう現地の方神戸の方入っていこうと思います。いやこんな止めるのに苦労せえへん土山なんていうのもねほぼほぼないですね。はい、今土山ねちょっと中覗いてきたんですけどね、もう何にもない食堂がもうえらい様変わりしてしもて、もう多分コロちゃんのねこの緊急事態宣言の影響だと思うんですけど、もうメニューがもうほとんどないんですよ。もううどんちょろっととカレーぐらいしか売ってなかったんちゃうかな食堂で。いや時間帯とかじゃなくて全部のメニューでそれしかないんです。もうたまらんね、もうなんか豚汁定食みたいなあったらそれでも行こうかなと思ったんですけど、朝のね、まあ最近コンビニが多いっすわ。昨日の夜もコンビニでちょろっと食べてもうすぐ寝たし、なんか特製カレーパンみたいなのがあったんで、まっ、おーうまっ、温め直したカリカリのやつやから美味しい。うん。
もうね、朝はもう軽めにね、タルタルフィッシュバーガー1個でね、我慢ですよ、ほんと。まあ朝からパン2個食うようになったら食いすぎですよ、ほんま。はい、出発前にね、荷物のチェックもしておきました。初めて巻いたラップでしたけど、何事もなくしっかりと固定されておりました。よかったです。さあ、荷下ろしも、おー、なんかすごいね、この海岸線ね。遊んどんな。仕事も終わったんで、なんかご飯でも食べて帰ろうと思います。早く帰りたい。はい、帰りにトンドン亭さんへやってまいりました。このトンドンっていうのがね、ここ有名みたいで、結構大きさもね、これ大特大メガまでありますね。まあ今日はね、もう食事前のね、軽い食事ということで大にしときました。このね、お家に帰るまでがちょっと我慢できなかったんですよ。どうしても朝のパンしか食べてなかったんでね。でも結構なかなかのボリュームありますよ、これ。これね、一口目トンドン、まあ豚丼なんですけど、これね、白菜みたいな、これちょっとキムチですね。はい、でまあ必要以上に辛くなくてですね、結構甘辛め、甘さの中にピリッとこうキムチのね、アクセントがいい感じに来ております。お肉もね、結構入ってるし、ご飯もね、まあまあ詰まってますね。まあ、この周りですね、この前一回ご紹介しましたラーメン工藤、二郎系ラーメンの工藤さんとかね、この並びにあるんですよ。で近くにね、大学があるんでね、この学生さん向けのね、こういうお店が結構あるみたいでね、まあ、学生さんか、まあ、私好みということでございますね。味の方もね、このちょっと甘めのソースではあるんですけど、ここにね、キムチが入って、このアクセントピリッとするのがね、なんかやっぱ癖になるような感じがしますね。これ真っ赤で絶対やっぱ食いたいなっていう感じになりますね、この丼。まあ次ね、もうちょっと早い時間に来た時はですね、特盛りか豆がはどうかな。またね、違うものを調節したいなという感じはしますけどね。ありがとうございます。もう今の声絶対ジャイアント白田ですよね。すいません、おかわりください。他にもね、いろんなね、種類の男飯が揃っておりますんでね、またぜひ行きたいと思います。はい、ごちそうさんでございました。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。でまた次の動画でお会いしましょう。最後にお水、すいません、おかわりください。バイバイ。早朝から福岡へと向かうヒゲちゃんは余裕を持って九州への運行を堪能する。果たしてこのままエンジョイ運行となるのか。次回ヒゲちゃん、大阪から福岡ありすぎる時間、エンジョイ長距離トラックの旅。お前はもう食べている。全国のヒゲちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ブラッキー様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。